Look at Swissborg. 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 Swissborg is ce matin. They have an app where you can buy crypto. They connect to Binance, HitBTC, LMAX, and Kraken, and find the best rates in the market. What I like about Swissborg is that they have an amazing app that can directly buy cryptocurrencies like Bitcoin and also cash out as well. Through Swissborg, all assets will have a fiat gateway. And here is the thing: premium features gives you zero fee trading. That is zero fees. If you want to buy Bitcoin with fiat, I suggest you buy through SwissBorg rather than Coinbase. And if you're interested in trading the likes of Ethereum or Bitcoin, use SwissBorg's application. 毎週 CHSP トークンとテクノロジー、スイスボーグに関連するコンテンツをお届けしておりますので、チャンネルのサブスクライブもスれスにお願いします。また、スイスボーグがここまで成長できたことは、皆様のご支援があったからこそだと思っています。本当に感謝しております。今週は初めに2人の新しい従業員が加わりましたので、紹介をします。1人目はアナスタシアです。 アナスタシアは KYC、AML のシニアナリストとして、KYC をより迅速に処理し、サポートに来るすべての質問に短時間で回答できるように対応いたします。また、1月のパオワーオでもお伝えしておりましたが、我々は対応の遅延を改善するために、今月中にサポートチームの従業員率を40%増加させ、今後も皆様に高品質なサポートを提供し続けることができるように対応いたします。 続いては QA エンジニアのファンです。ファンは経験豊かなエンジニアであり、皆様に最高のユーザーエクスペリエンスを提供できるよう、バックエンド技術のスケーリング、今後、ウェルスアプリで100万人のユーザーをサポートできるように品質管理を行っていきます。続いて先日お届けした AMA に関してです。AMA は1200人の方がライブチャットに参加してくださり、大きな盛り上がりを見せました。 また YouTube での再生回数はすでに1万2000回を上回っており今まで行ってきた AMA の中でも再生回数皆様のレビューの観点からも一番のパフォーマンスだったと思っています次に AMA の際に時間の関係でお答えできなかった2点の質問がありますのでこの場を借りて回答させていただきますまず1つ目の質問はシースボーグが倒産した場合私の資金はどうなりますかという質問についてです まずはじめに皆様にご理解いただきたいことは、シンスポークは現在非常に健全な財政状態にあり、今年の1月には約300万ドルの収益を記録し、これはバンレートの4倍近くの資金となります。したがってこの状況は非常にあり得ないことだと思いますが、万が一そのようなことが発生した場合も、我々はサードパーティーのカストディープロバイダーを使用しているため、 万が一スイスボーグが倒産した場合も皆様の資金が失われることはありませんカーブを介して皆様は直接資金を回収することができるためこのリスクを犯すことはありえないということです二つ目の質問はどうすればバイナンスやクラーケンホービーのようなティアワン取引所にリストされることができるのかという質問についてです もちろん我々も取引量の観点で見れば、これらティアワン取引所に上場できることはベネフィットがあり、素晴らしいことだと思っています。しかし一部のトークン、セルシアストークンのように、ティアワン取引所に上場しなくても価格が上場し続けているトークンも存在しており、CSSB も CSSB を購入するために皆様がウェルスアプリをダウンロードされることで、我々はその恩恵を受けることができます。 なのでティアワン取引所に上場できることは非常にクールな利点ですが100%必要ではないとも思っています次にベルスアプリのデータです現在我々のユーザー数は15万近くとなり運用資産は5億ドルとなりますこの数値は非常に素晴らしく AMA 開催後から非常に力強く成長していますそして今年中には10億ドルに達成することを楽しみにしています ウィークリーボリュームは1億2100万ドルとなり、先週のネットフローは2800万ドルであり、当社のトータルボリュームは10億ドル近くに達しています。続きまして、c s p に関するデータです。ご存知のように、トークンの価格は95セントに近づき高高値を更新しており、現在の順位は55位となります。プロテクトバーンは43万ドルとなり、急速なスピードで増加しています。 プレミアムメンバーに関しては CSSP の値段が高騰しプレミアムメンバーになるための値段がかなりの高額になっていますがこの1週間で232人ものユーザーがプレミアムに加入してくださっていますこの数値から見ても本当にプレミアム会員の強さを表していますし近い将来、新しいティア階層が追加されることも楽しみにしています次に今週のコミュニティインデックススコアの発表です こちらにも記載がありますが、今週のスコアは9.6であり、本当に素晴らしいスコアです。トークン価格、ボリューム、アプリアクティビティ、ソーシャルメディアエンゲージメント、コミュニティアプリの使用率、すべてのエコシステムの指標に対して先週より上がっており、今週はシースボーグにとっても非常にポジティブな週となっています。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。 CHSP に関連する質問がある場合は下のコメントボックスにご入力くださいまた周りの方でスイスボーグアプリを知らない方がいらっしゃいましたらウェルスアプリの使いやすさや機能面で優れている点を共有いただき皆様と一緒にコミュニティを成長させることができたらうれしく思います最後にコミュニティ内でサポートをしてくださっている皆様スイスボーグを応援してくださっている皆様に心より感謝いたします 来週も皆様にお会いできることを楽しみにしております。